オーステッドは、デンマーク・フレゼリシアに本拠を置く、電力会社。風力発電を中心に、世界10カ国以上で事業を展開している。ナスダック・コペンハーゲン上場企業。1972年に設立された、国営石油、ガス会社のダンスク・ネイチャーガス A、S がルーツとなる。同社は、ダンスク・オリ・オージー・ネイチャーガス A、S と改名し、頭文字を取って、 ドンと呼ばれるようになった。2000年代に、異利動車は電力事業に進出し、先行して洋上風力発電に投資していたエルサム A、S などの電力会社と2006年に合併し、ドンエナジーが設立された。近年は洋上風力発電への投資を盛んに行っており、2013年にシーメンスと共同でユトランド半島沖に、 デンマーク最大の洋上風力発電所であるアンホールとオフショアウィンドファームを2017年にビンディビーオフショアウィンドファームをそれぞれ完成させたイングランド北東部沖合のホーンシーウィンドファームの建設に2016年以降着手しアジア地域では台湾消火圏沖の洋上風力発電プロジェクトを受注した2016年6月コペンハーゲン証券取引所に 株式公開を行った。2017年10月、石油、ガス事業をイギリスの石油会社イネオスに売却し、社名をデンマークの物理学者、ハンス・クリスティアン・エルステッドにちなみ、オーステッドへと改めた。海外事業が売上げの4分の3以上となっている。株式の過半数をデンマーク政府が保持している。日本法人、オーステッド・ジャパン株式会社は、 2019年5月に設立。現在は東京にオフィスを持つ。2019年1月、東京電力ホールディングスと風力発電事業において協業する覚書を締結。2020年3月、同社との共同出資で、長使用上ウインドファーム株式会社を設立した。ありがとうございます。